はい、高島パークね、平日来る方、明日からね、月、火、水、今週、来る人のために、まあ、情報を流していこうと思います、高島パークね。今日はね、日曜日なんですよ。で、これでこれで混雑してるんで、で、雪がね、どれぐらいついているのかっていうのをね、知りたいじゃないですか。今週ね、一週間来るつもりの人、この動画を見て、こと細かくね、映していくんで、ノーカットだけどね、編集してないんですけど、見てください。今日が日曜日、12月12日です。で、今がね、11時ね、50分ぐらいかな。でね、ここにね、コブできとるんですよ。レールコブ。うん。上の方のレールコブは土見えとって、ここが土見えとらんのですよ。なのでね、コブも楽しめますよ。あとね、ボックスとか、キッカーとか、キッカーなかったか、レールとかあるんで、そこも映しますね。で、最後、どれぐらい、リフト並んでるか見ていきます。で、壁関係ね。壁関係もちょっと映していくんで、見とってください。今日が日曜日、明日ね。明日、まあ、これコブか違うな。これコブじゃない。で、積雪はね、ダイナランドとか、あとホワイトビアもそうか、ワシガタケもそうなのかな、人工雪で作った、もうその雪で作った通路しか滑れないじゃん。でも、高須はさすがだよね。ほらほら見て、あの森の中雪あるじゃん。でね、積雪、自然雪がね、自然雪のところが、まあ、30センチとか、40センチとかあるんですよ。だから、この道上じゃないじゃん。道で作った人工雪じゃないじゃんか。うん、だから自然雪のところも滑れる。ただし、まあ上だけで回す感じだよね。リフト、高速4人乗りリフトだけが回っている。まあ、でも割と、まあ、街の方だよ。多分。ちょっとね、ホワイトピア行ってみないとね、どれぐらい、一番、面白いのはスキー場がどこかってまだ決めれんけど、でさ、この壁関係、これ先週はさ、これ雪ついてたんですよ。うん、でももう壁関係はほとんど楽しめないよね。なんか穴が開いてるわ。こっちの方さ、確かここさ、小川か川があるんだよね。これほら、壁さ、楽しめんじゃん、ボーダーの人で。これさ、ここさ、ドンってやると多分ボコって穴開くよ、これ多分。うん。壁ね。で、向こうの壁も多分ダメだわ。ほら、壁ダメでしょ。壁ダメだよね。こっちのさ、この辺も、あ、これ、この、いや、鉄の板、この鉄の板見えます？この鉄の板。この下が川なんですよ。で、普段これ見えんじゃん。こっちまで行けるじゃん。壁で遊べるじゃんか。もうこのロープがしてあって、壁が遊べません。だから壁ね、もう9割方遊べんね。壁は。ダメだね。雪が溶けちゃって。だから、今週1週間の壁、ま、ちょっと遊べるか。ここも、もうちょっとだけか。これ、こんだけ。うん、まあ、あとはダメだね。あそこちょっと遊べるかな。ここは壁じゃない。ここはちょっと汚いな。で、あの山、あそこの山あるじゃん。あれもダメだし、剥ぎ取るじゃんか。で、あの辺もダメじゃん。よし。ここもほれ、柵してあるでしょ。柵してあるじゃん。ダメだね。だから山はもうダメだね。山関係は。壁関係。うん。で、あそこに、レールがあるんで、見ていこうか。レールに行っていきましょうか。よいしょ。整備してて、で、並んでるね。できるの待ってるね。ボックスで、その向こうなんだ？何もないか。あ、抜いたんだな。あれがガス缶っぽいやつだね。2個か、アイテム。2個だね。で、下まで滑って降りていけれないということだね。で、この壁っていうか、まあ、急斜面というか、ここはまだ生きとるけど、まあ、ここぐらいだよ。うん、滑るとしたら。あんな風にね。で、リフトの混雑状況はさっきアップしたんで見てください。はい。
はい、そんな感じでね、高須のパクド第7弾中心で動画アップしております。チャンネル登録よろしくお願いします。今日はね、ホワイトビアと、ワシカタケも行きますんで、ぜひチャンネル登録よろぴこ。